おはようございます。こんにちは、こんばんは。元気でしょうか。回転寿司に主に行くことが多いですが、好きなお寿司でサーモン、焼きサーモンも含めてなんだけど、アナゴ、たまにウナギがあればウナギ、ウナギとかはね、あんまたぶん、ここぞとばかりに食べるっていうか、まあ少々ね、 お値段高かったりとかするけど、まあ、それでも、あったら食べるし、出てきたら食べる。で、まあ実家なんかにたまに行ったりとかするんだけど、1ヶ月に1回とか、それ、そうじゃないか、2ヶ月に1回とか、まあ、呼ばれたら、行くっていうような感じで、行ってたりとかするんだけどあのね、その時は本当にパックのお寿司だったりします。はい。だけどまあたまにね、旦那さんとかで来た時に4人、まあうちのばあちゃんも含めて4人いたりするんだけど、その時にね、まあ出前で、お寿司を頼むことがたまにあります。本当にたまに。それは本当にあの4人前のやつがね、1人前を4つっていうのじゃなくて、あの大きいやつね、あれを食べて、基本的に一人一個ずつ食べるんだけど、私イクラがあまり得意ではないので、旦那さんだったりうちの母親にあげたりとかしておりますその代わりあの旦那さんがうなぎとかアナゴっていうのはあまり得意ではないので、もちろん食べるしかなくなったらね、まあ食べますけど、旦那さんもね、まあ美味しいよね、本当にね。たまにお寿司を食べると、本当に久しぶりに食べると美味しい。スーパーのお寿司も美味しいなと思うんで、たまにあのいなり寿司とか食べたくなる。ファミリーマートなんかでもね、本当にたまにあのあそこ鮭のね、見切り寿司があったりとかしてて、 5貫ぐらいで、まあ、500円ぐらいで売ってた気がするんだけど、今はどうだか分かんないけど、あったら買って食べちゃうね美味しい。久しぶりに食べると美味しいなとは思いますけど、皆さん好きなものはあるでしょうか。以上です。